さあ、今回振り返るのは5月29日に放送しました。その言葉 Z 世代は知りませんでした、ブラックジャックでございます。やっぱああいうのってショックだよね。なんかもう本当にまざまざとこうジェネレーションギャップみたいなのを感じさせられるというか、嘘でしょこれは知ってるでしょみたいなのを知らなかったりするじゃない。はいはい、あのニコルンとかね、あのほらお客さんとかもそうだけどさ、でももちろんあの子たちが当然知ってることはこっち当然知らないしね。そう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 、あれはショックだよな本当に。まあもう特にポンポン出てきますからね、上田さんの言葉からこういうツッコミの時とかに、やっぱりそのハーリーレースかみたいなこと出てくるじゃないですか。まあいや、でもああいうのさ、わざと言ってる分にはいいのよ。自分もわざと古いって分かってて言ってる分にはさ、これはいいでしょと思ってて、あ、もう全然違うんだっていうショックがあるじゃない。なんかだから例えばほら大都会のじゃないんだからみたいな、なんかありますよね、そういうあの なんだっけいきなりサビかみたいな。うーん、もう僕らの世代じゃ誰もが知ってる大都会、いやまあもうダメでしょ。まあダメだね、それはもう大都会は伝わらないね。だからそのいきなりサビ会はなんか探さなきゃいけないんですよ。なんだろうな、いきなりさ、生き物係かとかな。はまだ通じるだろ。生き物係は生き物係、結構いきなりサビいきなりサビから入るな。いや、なんか言った方がいいですよ。何がちょっとだから今その流れで言ったんじゃん。いきなりサビか、生き物係かっていいじゃん。えなんで、生き物係の歌って結構いきなりサビじゃない？だから生き物係のなんかを ありがとうとかっていきなりサビじゃんか。 ありがとう、生き物係のありがとうかじゃないと。違う違う、生き物係の歌すごい多いよね、サビから入るの。俺そんなイメージだけどね。ねえ、ほら、やった、俺 Z 世代。いや、いや、そうかもしれないけど、それはほらやっぱり おっさんの感覚なんですよ。そのいわゆる生き物係サビ多いよねみたいなやつは、要はクリスタルキングかとかじゃダメなわけじゃん、やっぱ。クリスタルキングのファンからすればさ、どの曲のこと言ってんのになっちゃうから、生き物係の方はやっぱ若者に浸透してるんで、生き物係のなんとかかって言ってあげた方が。いやもう長いもんな、もう鬱陶しいもんな、そしたらな。おう、だからもうそういうツッコミはやめよう。もう例えない、何も例えないっていうのがいいよ。基本分かりますからね、あの例えなくても基本分かってますから。もうだから例えない、もう俺は一生例えない。だからそういう意味ではもう分かりやすくするために例えって言ってるのに、その例えた結果、何ですかってなってしまうこの Z 世代ですよね。さあ、ちなみに Z 世代のアンケート結果があるので、それを元に話していきましょう。そうだよな、ランバダランバダとかも知らなかったんだもんな。ランバダとか別に普通になんか知ってそうな、なんだろう、ほら、まあ、ダンスブームとかだったりもするじゃん。だからなんかそのダンスの系譜でランバダとか別に一応知ってはいんのかなと思ったら全然知らないんだもんね。いや、そうだから俺たちで言うとこのその例えばさすがにね、例えばまあ、なんていうの、あのチェッカーズって俺たちの世代だったっけみたいな、俺たちが学生の頃、中学校の時とかに聞いてたから、今の中学生がチェッカーズ分かんないかなって一回置いとこうってなるわけよ。だけど例えばさ、ミクシーとかランバダとかって結構俺らの中で新しい言葉じゃない。だからこれはまあいけんじゃないなんて思ったらこの結果だからびっくりしてるわけですよ。いや、ミクシーとかと俺なんだったら、あ、ミクシーってなんか最近流行ってるよねぐらいのもうぐらいの感じだわ、なんだったら。だからツイッターとかと並ぶぐらいのはいはいはい、ツイッターね、インスタね、あとミクシーねぐらいのもう そこに並ぶわ。もういや、下手すりゃ下手するでしょ。だからしゃべくり7とか広瀬すずちゃん来ました、広瀬すずちゃん SNS やってんの、いや、ミクシーとか。あ、いやいや、全然言う可能性あるね。あるある。しかもこれラッキー笑いですよ。ラッキー笑いがバッときますから。もうだから今度から俺ラッキー笑いを狙っていこうかな。もう出会い頭のもう自分では、うん、何が、あ、なんか今当たったのぐらいの感じでさ、最近の踊りってわかんないんだよね。なんかロックダンスとかさ、なんかランバダとかさ、ザワザワザワみたいな、あー、ラッキーラッキー、いや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 、笑いになってねえじゃん、ザワついただけじゃん、ザワザワザワって。あ、まあ、いやでも確かにミクシーランバダだな、この中で
当然知ってるだろうってちょっと思っちゃってたのは。あ、もうだからインリンが0人だったってことよね。だからインリンなんて本当出てきやすいからね。ちょっとエロい子というか、まあまあ、ちょっとしゃがんだりなんかしたら、そうね、言っちゃうな、だからさみたいな。あ、じゃあ、あのなんだっけ、あの黒船と言われたあの子、リアディゾン、リアディゾンとかももうやっぱ知らないんだもんね。え、リアディゾンは知らない。黒船って言われたとかももちろん知らないね。もむしろもうペリーの方が知ってるわな。さあ黒船って言ったら、え、ペリー知らない。ペリーは知ってるよ。ペリーよ、うん、ペリーよ、いわゆるね、ペリー知ってるよな。だからやっぱそう考えると歴史上の人物すげえな。いや何百年って知ってたからな。だからやっぱ歴史上の、まあ、まあ歴史上の小学校中学校ぐらいまでの歴史に載ってるやつだったら、だから言って大丈夫、例えて大丈夫ってことよ。お前は急に来たな、ペリーかみたいな、いけるってことよね。まあまあまあ、まあそうね、その辺だわな。もうじゃあもう主に江戸時代のことばっか言おう。江戸じゃなくてもいいですよ。ブラックジャックは置いといてってことでしょ。だったら23人、一人知らない子いんのかな。いや俺24でいいよ。でいく、はい、ちょっとお願いします。素晴らしい。じゃあルーズソックスはもう堂々とトークの中に使ってもいいということですね。あ、もうガンガンルーソック使っていこう。そう、ボケとしてもいけるってことですよね。うん、今年はルーズソックス履きますんで、僕はみたいなこと言ったら、履くかみたいなので大爆笑ってことよね。単純に面白くない。いや今それは聞いてないから。今それは聞いてないよ。ウケるのは前提で言ってますからね。オバタリアンとかやばいだろうね。オバタリアンとか一番少ないんじゃない。じゃあオバタリアン何人ですか。3人。24、23人。うん、オバタリアン。でもまあいいとこもね。じゃあ5人。これが一番少ないでしょ、きっと。まあ、ねえ。ゼロか。誰も知らないのか。え、オバタリアンでもわからない、何も。聞いたことないです。あ、そう。何あの予想するに。もう知ってんの、もう知ってんの。いや、知らない。うん、ベジタリアンとかめっちゃ野菜好きな人のこと言って、うん、おばさんのことめっちゃ好きなおじさん。ああ、なるほどね。ああ、でも そっちの方がいいよね。なるほど。そっちの方がプラスだよね。いい使い方だね。だ熟女好きの人みたいな。なるほどね。あ、それの方がいいじゃんね。それだったら今でもいけそうだよね。え、そもそもオバタリアンってどういう流れから来たっけ。バタリアンっていう映画があって、あ、怪物のバタリアンっていう映画があって、そのホラーみたいな、それがおばさんと合体して、そうだ、おばさんの中でももうなんかモンスターみたいなおばさん、涼しいような、そうそう、それのことをオバタリアン。あ、でもそれだとなんかほら言えないじゃない、今の時代も。だったらおばさん好きのことをおばたりはいいね。だこっち側が言われるってことだよね。お前熟女好きだな、おばたりやんだなみたいな。あ、いいのにね。え、まあいいのにってここで言ったところで多分広まんないだろうけど。なるほどな、やっぱおばたりやんが一番やばいんだな。ソバージュ、ソバージュは僕は結構いると思いますよ。12。いや、いないでしょ。俺7ぐらいだと思う。いても半分はいると思います。お願いします。いや7。ああ。なんか危ないね。こんな。あ、知ってる？いや、知らない。なんだと思う、ソバージュ。なんかあの昔っぽいので、うん、そば粉で作るの？コサージュ？すごいな。でも Z 世代だからって許せないよ、そば。でも、もう35年ぐらい？もっと？多分35年ぐらいか。だから、この中で言えば一番上田さんがそば味。そう、そば味、そば味。なんかこういう、なんかもっと細かいんだけど、女性の人がやってたパーマです。パーマ、髪型ね。だから35年近くか。なんかもう
仙道明穂さんみたいな。ああそうね、そうなんかひっくりくねくねくねみたいななんかあんのよ。あ上田さんもその時の名残でまだね。そうね、そば蕎麦汁だって今蕎麦汁が流行ってるって聞いたからさでもやばい蕎麦汁は言ってもほら何で別ななんていうのアイパーとかアイロンパーマのアイパーとかで言ってたじゃない僕らです。だからなんかパーマのパンチパーマみたいな感じで流行ってないかもしれないけど言葉としては知ってんじゃんって思い込んでるから。今じゃあなんていうのああいう髪型にもししたかったら今日ちょっときつめのパーマかけてくださいとかっていうのそういうあのいわゆるこれっていうのメイクさんないのあのフレーズ何とかウェーブ波ウェーブ波ウェーブでお願いしますって言うわけ病院行って波とウェーブってかぶってるんだ波とウェーブをかぶってるでもでもそういう風に言うの病院でウェーブねあフラッパーみたいなのは知らないのフラッパ ー, あーフラッパーもあったけどねなんかもっとふわってしてるフラッパーそうかいやだからこれはしてないかもしれないけどパンチパーマかけろよって言ってるような感じで使えると思うから上田さん何すかそば味かけたんですかぐらい俺言いそうテレビで危なかったいやいや全然可能性はあるよね言うじゃあ絶対伝わらないことね髪の毛と思わなかったそうかネルトン今そうは、まあ、分かんないけど例えばじゃあ前はさそう新宿とかにさそういうネルトンパーティーできます的ななんかお店とかもなんかあったりしたじゃん、うん、90年代の初めの方とかさとかねそんなうんでも多分そういう店自体ももうないんだろうしね多分形をなんか変えてるだろうしね愛席居酒屋とかあネルトンはもういやーこれこそどうだろうね7人ぐらいかないやもう6人ぐらいあーでも意外と12、3人知ってんじゃないかな半分ぐらいあ、ゼロ！うわゼロかうわあれだけ一世風靡したネルトンという言葉もゼロネルトンってはもう分かんない、はい、予想するにおかしいネルネルネルネ的なあ、そうネルトンってさ、これ逆になってんだけどこれ何あの業界用語みたいになってるんだけど業界トンネルトンネルだトンネルズの番組のトンネルズさんがやってた番組の、はい、そトンネルズさんがやってて逆にしてネルトンベニクジラ団っていう番組だったねなんかそのほらね、まあ、ネルトンベニクジラ団カップルを作るみたいなでその中の、まあ、ワンコーナーっていうか、まあ、だったんだけどねなんかあのそのいわゆるネルトンパーティーというかネットパーティーとか、そのなんか男5人来て女5人来てフリータイムあって自己紹介あってフリータイムあって、まあ、合コン4でやってて最後に告白する私はこの人がいいですちょっと待ったって他の人が来るお願いしますっていうごめんなさいかどっちかの人のこう手を差し伸べるっていうのはカップル成立っていうのを毎週やってたのそれをみんなやりたいってなって一般の人たちが主催したネルトンパーティーとかが開かれ始めたわけよ、はい、だからそんなのが至る所でやってたのいろんなネルトンのそのパブネルトンパブみたいなマチコンみたいなまあ今でいうマチコンとかあの婚活パーティーとかみたいなことなんだけどねこれもうじゃあもう死後か、うん、ねえ伝わんないんだねまあまあその下のやつは知ってるじゃん一応知ってはいるでしょ ね、うん、ね10だって多分ポケベルって言っても一応ああなんかそういうのあったらしいっすねぐらいは多分わかるでしょ
12ぐらいいいんじゃないですか。もっといいんじゃない。 PHS は15、うん、15、はい、一人おい、マジか。あ、そう、知らない。ですか、これは多分知ってます。何、ポケベルの次のやつ。え、ポケベルの次のやつ、はい、音が大きいやつってこと。いや、ポケベルのちょっと進化した、うん、だからどういうこと。ベルの音がもっと和音とか、そういうこと。なんか平仮名みたいな。あー、そう、番号とかじゃなくって、はい、でもね、ポケベル自体が勝手に進化してなんか字が送れるようになったよ、最終的には。PHS は違うんだよね。分かんないか、そうか。あのね、もう本当にちゃんと解説するよ、はい、携帯電話あるでしょ、はい、携帯電話っていうのはそもそもなんであんなもんができたかっていうと、あれ移動電話っつって車とか、はい、あの電車とかでかけれるやつだ。 そんな移動中にも電話ができますよみたいな、これがの持って歩けるようになった形が今の携帯電話なわけよ、はい、でも一方家庭電話があるじゃん、家庭電話、はい、家庭電話でこうやってコードレス電話があるよね、こういう、うん、あったわけ、コード今家の家電ね、はい、それを持ち歩けるみたいなのの考え方が PHS、 同じ携帯電話なんだけど。そうなんだ、そもそも。そうそう、そう、スタートの考え方ね。俺今君と同じ立場だ。確か、うん。その作り方のなんかあるよね。まあそう、出どころが違うんだじゃあ。だからまあ回線がだからちょっと薄めの。確かよ。俺確かそうだったような気がするけど。もう俺の中ではもうなんかもうまあ PHS 携帯電話の走りみたいなもんよぐらいの感じだもんね。携帯電話のちょっと廉価版みたいな感じよね。うん、安かったの。だからなんか、070だっけ、だから、なんか俺携帯買ったんだみたいな格好つけて、070ピッチじゃねえかよみたいな、まあまあまあ言ってた、そういうボケをやってたんだ。あ、言ってた言ってた、それはあったね。ピッチを聞いたことある。あ、そう、そピッチという、まあ、いわゆる携帯電話のちょっとこう安い廉価版。ピッチって言ってた。だから女学生とかが思ってたの、結構ピッチ。女学生が。女学生知ってる。JK じゃない。女学生知らない。いや、女学生は分かるわ、分かるわ。その時は JK なんか分かんないから、女学生だよ。いやいや、俺はもう言ったことねえよ、女学生と。芸能界へそくり選手権、部屋に隠された暴露ネタを一斉捜索、見つかれば恥ずかしい過去を即暴露。勘弁してよ。日曜夜9時55分。